Thank you.
ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、
ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガが濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へお越しいただきまして誠にありがとうございます。ご案内申し上げます。名古屋港水族館はまもなく5時に閉館いたします。お出口は北館2階南館1階の2カ所です。北館出口とかにあるミュージアムショップは5時15分まで営業しております。なお、当館横のフードコートデントランスリースデリーは7時まで営業しております。皆様どうぞご利用ください。
来てる人。